あの私のコメント欄とかね、それからツイッターとかを見てると、まあいろいろあるわけでして、学ぶこともありますよね。えー、例えば、まあ、私のことを悪く書くようなツイッターの書き込みがあります。で、それに対して、スーツ信者の皆さんが、スーツさんを批判するな、うわーみたいなことをいろいろ書いているということが結構あります。あとは動画のコメント欄などもっと頻繁に見られます。で、まあ、それはそんだけね、私のことをこう、辛抱して見てくれているのは大変嬉しいことなんですけど、ただ別に批判ではないんじゃないのみたいなもん結構あるんですね。まずここからあの、そもそも批判というのが悪いことではないというのも、 皆さんにこう知っていただいた上でさらにこれ別ですが例えばユーチューブのコメント欄にまあ、多分これを見てね誰かまた書くんじゃないかなと思いますけどスーツ気持ち悪いみたいなのが書いてあったりしますでそこに「はぁお前気持ち悪いんだよ」とか「スーツさんのことを批判するな」みたいなのが書いてあった気持ち悪いというのはそういえば皆さんの感覚でしかないわけですからあの別にその気持ち悪いとかそういうまあ確かにねあの <laughs> 気持ち悪いと書いてもらってあそれも一つの感想だなそうやって感想を持ってくれるなんて嬉しいですみたいなことはそれは思わないですよ思わないけどでもまあ別にそういうふうなことを思う人がいるぐらいのことは私だ 想定ししますこんんなペラペララ喋るんだしねそんなただの一般庶民の一般人のですね感想を一つ聞いてそれでいちいち気にするというようなことはまあそれ気にするのはその人の勝手かもしれないけれどその程度のことでいちいち目くじらを立てるのはよくありませんこの私のことをね非常にかっこいいと思う人もこ視聴者の中にはいるそうで不思議なことですけどね一方で私のことを見てうわ気持ち悪いと思ってすぐにこうブラウザバックという方もいるそうですまあ、そういう人によってこう違いがあるんですよそんなことは分かってることは当たり前なんですからそれを批判というふうになりました のないユーーーチュバでああるとかまあ、それから、うん、こいつは気持ちが悪いので世の中に迷惑をかけてまあそれはでもどっちかというと抽象というか因縁みたいな感じかな。 批判ととといううのははまたちょっとそれとは方向性が違うわけですねえ例えば、スーツさんのやっていること、え言っていることのここのと,このところには矛盾がありますえ。このところはデータが正しくないですとか、もともとこういうものであるのにスーツさんはこれとこれを取り違えていますというようなことが来たとします。でそれが、まあ、丁寧な書き込みであったとしても、それからそうでなかったとしてもね、お前こいつこんなんだからダメなんだよ。だいたいいつも言ってることは適当で調べもしねえし、えこんなやつの動画なんかよく見る気になるよなとかね、さっさと YouTube やめねえから、お前のようなやつが世の中で最も価値がない。 人間なんだよととかねそういういいことが書いてあったりしますでも、まあ、それは <laughs> やっぱり読んでいて嬉しくはないですけれどもでもそういうものからも私はちゃんと学び取らなきゃいけないと思ってますよこれ前から言ってることですけれど。 な例えば私が原子力発電について何か意見をこう述べましたそしたらそれに対していや、この点がやはり論理が通っていない論理の飛躍が見られるっていうような言い方はまだいいけれど、まあ、もっとひどい言い方をしてきたとしてもまあやっぱり批判というのはね世の中にはこう絶えず存在するものなわけでして、えー、こういうものがあってこの点は良くないというようなことを言ってそこを指摘してそれを指摘された側が改善をすることによってもしくはまあ指摘した側がその指摘が間違っていたならばその指摘が却下されることによって物事が進んでいくということは多くあるはずです。やっぱりそれ はね、できなきななゃいけないけと思ってここのこの私は素晴ららしい人間ですから私はね自分のこと素晴らしい人間だと思ってるんですけど何が素晴らしいかっていうと自分に対して悪口とかねあのそういうあの批判点みたいなものを言われた時にそうこうちゃーんとね聞き分けよく「はいわかりました」と聞いてでその上で受け止めて「いやでもこんなのはまああのー、まともに受け取る価値ないな」と思ったらこうポイッと、まあ、やっぱりあのー、これはこの人の言うことよりも私の言ってることの方が私の自分の、まあ、結局自分の中で判断するんですけど私が判断して正当性があるなはいさようならというか あこの人は確かになんか私に対して意地悪悪意のある口調で言ってきてはいるんだけれどもでもこの人の言ってることには一理あるから私はちゃんとこの人の言うことは聞き分けよく聞こう「はいすいませんでした」というふうにやるかのということですよね。 それは必要なことですそれさえも許さないということになりますと、これ大変なことになるわけです。例えば、私が何かを批判するような動画、まあ、結構出してるじゃないですか。出したとします。で、それに対して、その対象の何か、もしくはまあ批判された本人が、まあ、そんなことは今までないですけれど、本人が、例えば私に対して俺のことを批判するなんて許さんとかね、Twitter でもね、たまにこういう人いますよね。あのいろんな人のアカウント、プロフィールとか見てみるとね、あの私に対する <laughs>。すいません。 私に対する批判メッセージは一切厳禁みたいなことを書いてる人もいますけれど、あの批判。 メッセージ一切現金っていうのはね批判を一切許さないのは何なのかというとその根底にあるのは自分こそ最も正当な人間である自分を批判される余地のない人間であり完璧なのでえもう批判の対象からは完全に外れていますだから私に対する批判は全て却下するので現金ですよともう全く変わらないわけですねえーねそ,そう感じますよ私はだからもう批判を禁止するもしくは批判を、えー、非常に良くないものだと考えるということはこれは自分がえー ななんていうのかな自分が非常に、えー、優れた人間である自分こそが素晴らしいと思っていることの裏返し何よりの証であるような気がしますねやっぱりねあの多少はこう偉そうなこと言ってるけど私も思うんですよちょっとねあの少しずつは成長しなきゃいけないなみたいなこといつまでもこんな、ね、あのくだらないことばっか言ってるわけいけませんので、まあ、1年前の動画と今の動画と見るとあ私もこの1年間で勉強してちょっと変わったんだなというのがね自分で見てても思うことはありますやっぱりいろんな人の意見を聞いてもそうだしねでそういう,をこういいの取り入れていってっ批判が 私のこととをこう成長してくれさせてくれたんだと私も思思っていいいまます悪とだせん私も全然悪い子だとは思わないから世の中のものをどんどん批判するつもりです。動画でもいろいろ批判しているはずです。で、批判をするということはあの、まず単純にですね、商業的にというか、見せ物として面白いというのもあります。なぜかわかりませんが、人間は何かを褒めるよりもあの悪口を言う方がですね、あの人の,、ね、あの悪口の方が広まりやすいっていうのは聞いたことあるでしょう。評判は広まらないけど悪口は広まるんです。だから単純に YouTube のネタとして使いやすいからやってるという例もありますが、しかし、の、 ああの私は批判ありきやってるわけじゃないですよ。この人を批判できればいいからどんなところでもこう探してやろうあらを探しているんじゃなくて一応悪いと思ったものを私は悪いという風に紹介してるだけですからねあのスーツーチャンネルにはですねいろいろとこう面白おかしい批判も来るわけですしいやそれは それはちょっとあまりにもこう私を批判したくてしょうがない人がなんとか一生懸命探して見つけたんだなとかね前ねなんだっけなあの訳のわからないねあの私へのこうクレームというかまあこれも批判というのかもしれませんけどあのスーツがちゃんと税金を払ってるかどうかわからない税金を払っている証拠がないのでスーツはなんか疑わしい人間だこういうのを魔女裁判と言うんだみたいなねあの魔女裁判ってわかりますなんかヨーロッパであのなんか魔女狩りみたいなのやってた時に、えー、こいつをなんだっけあのお湯の中にこう 突っっ込んで、えー、なんか、えー、なんでででななななかかとだたたら魔女でみたいなねねめちゃくちゃゃく裁判ですよ、ね、あとはあの、えー、クガタチでしたっけその人が嘘をついているかどうか火の中に手を突っ込ませるとわかるかねあのお湯の中か訳のわからないものが昔もいっぱいあったんですけどなんかそれに近いものが <laughs> あるような気がしてねあのお前やったんだろうでお前罪を認めるのか認めたらお前は犯罪者で認めないならお前は犯罪者だみたいなまあそういうノリですよね。 うん、なんかこうあのそういうのはね因縁とかねあ,のあとは何て言うんでしたっけこういうの忘れちゃいましたけどあの言いがかりとかいうそういうのは結構対象になることもありましてそんなのは相手にしませんよしませんけど。 私のやっていることが単純にやはり正当ではない可能性があるということをいつもこう見しみた上でコメント欄ツイッターから送られてくる苦情などを日々拝見していますまあただねその中で苦情が実際に採用されるということはまあ1割程度もありませんがまあ送られてくる苦情なんていうのは多分日に50件ぐらいはあると思いますんで1日5件も採用されてると思えば多い方でしょこれねどうですかこの素晴らしいみんなの、ね、こう悪口にも私はちゃんとこうあの目をつぶってるんですからね悪口言わないでくださいとかね人に対して物を言うときはもうちょっと敬意を持ってくださいみたいな考えをてください 仕事をしようと思えばできるとは思うんですけれども、私はそういう点においては。 あの右に出る人間はいないと思ってるほどねあの皆さんの悪口とか、えー、暴言には寛容な性格をしておりますので、まあ、昔はそんなこともなかった気がするけどやっぱこんだけねあのー、いろいろこう言われると慣れざるを得ないと言いますか <laughs> あのなんか知らないけどこう私が多分無自覚なところでいろいろ悪口に当たるようなこと言っちゃってるんでしょうねそのねあの罪滅ぼしも持ってます私は全然世の中はそんなに悪いものばっかりじゃないと思ってるんですよ鉄道のねあの会社のレビューとか飛行機のレビューとかしても悪口なんか別に言ってるつもりは ないんですよチキン弁当がまずいってあのチキン弁当って駅弁がっ,ちょっとまずいんですけどそれまずいっていうとそれただ私はあのまずいというのは個性の一つで事実まあ私が感じているという事実に他ならないと思ってるんですがなんかあれが来たなあ金曜だからまあ、い,いやあのだけどまあそれそれかでさえ不愉快だと感じる人はいるらしい。だから あのああそうなんだと思ってね、あの無自覚なところで、えー、失礼なことを言っちゃってることもあるみたいなので、まあ、その分自分に対する悪口にもある程度広い心で対応しなければいけないなというふうに思っています。だってそうでしょう、悪口ばっかり言ってる人がね、あの周りに、まあ、私は言ってるつもりないんですけど、悪口ばっかり言っている人間があの他の人から悪口を、ね、受けた時に、なんだとみたいなことになってたら、みっともないじゃないですか、こんなみっともないことはないですよ。やっぱね、こう、体裁というものが重要なんでね、でそういうふうなあの自分で考えを持っていると、まあ、実際にはもう,こう悪口言われても、あ、また来たぞぐらいにしか思わなくなる ものですなんかじゃあ、ちょっとあれだな、あのね、これ、まあいいや、ちょっとこれやめとこう。や,やっぱやめたごめんなさい。なんか面白い話あるかな。ピーちゃんですね。ピーちゃんは知ってると思います視聴者の皆さんも。これ見てください。 黒くなってんですねこれなんで黒いのかって言いますとあの私の母がねあのお習字やってであのブルガリアヨーグルトのこ,のこ,う,こういうお皿の上にこう墨汁を垂らしてそれでこうやってこう習字したんらしみたいなんですね跡がねあそこにあるんですよ。で その墨汁がまだヒタヒタになっているのをそのままにしてどうもどっか行ってしまったらしいとでそこにですねこうピーちゃんがこうやってきてこう手をこうピタッとやったみたいなんですねそれで墨汁がついてしまいましたよりにもよって白い床にいや何で気づいたかっていうと私がねこれをこう枕にしてこうやってこう寝てるわけですよねで朝になってなんかこう手,手に墨がついてなんだこの墨はと思いながら大学に行って帰ってきてそれで気づいたんですねああこれだったかそういうことですじゃあどうもご視聴ありがとうございましたちゃんと1分経ってるよな 当たっ,ってなかった危な,危なかったですね。じゃあ今度こそご視聴どうもありがとうございました。